皆さんこんにちは、黒メガネ京阪市駅前探索。今日は京阪本線の枚方公園駅前に来ています。枚方公園駅、すなわちここは枚方パークの駅前になります。枚パーですね。でこの枚方公園駅なんですけれども、2028年には高架化されるという予定になっています。ですからこの光景を見るのもあと6年ほど、その後は全く別物になってしまって、もうその面影すらなくなっていることでしょう。駅の周りはこんな感じです。大阪のおうどん、おんちうどんという看板があるんで、その商店街になんかおんちうどんの店でもあるのかなと思ったんですけれども、ただのこれは看板のようです。で今ここに見えてますフレスコがあるんですけれども、この正面の建物ですね、これが大昔成人映画のお店でした。こんな枚方パークという子供たちの駅に成人映画があるっていうのもなんかおかしな話でしたけれども、まあいつの間にか潰れてしまってましたね。でこの商店街なんか閉まってる店が多いんですけれども、今日は7月の日曜日、枚方パークは営業していまして、プールがやっているようです。それでもこの人通り、非常になんか寂しい限りですけれども。でこの右側のお土産物屋さん、クラワンカ餅なんか売ってるんでしょうかね。ここも閉まっています。日曜日なんか鍵入れ時だと思うんですけれども、もう廃業しているのかもしれません。ここから枚方パークの方に歩いていきます。この正面が枚方パークの正面入り口になるんですけれども、つまりここは枚方パークへ行くまでのメイン通り、 USJ ユニバーサルスタジオジャパンで言えばホテルとかお店とかがいっぱいある、そういう通りなんですけれども、まあ、ここに立ち飲み屋さんがありますけれども、それ以外はもう何も店がありません。なんか昔は夏でしたら、なんか浮き輪とかそういう出店みたいなのがずらーっと並んでたと思うんですけれども、この両端に。今はもうひっそりとしたものですけれども、ここは枚方パークの正面入り口ですね。入り口自体は非常に立派です。なんか綺麗になりましたよね、大昔から比べたら。ただこの駅前のさびれ感はあまり変わっていません。今はもう菊人形とかもやっていませんし、一時の枚方パークの盛り上がりから感じ比べると非常になんか静かなような感じがするんですけれども、ただバブルの頃、そうですね、1980年代なんですけれども、エキスポランドとかポートピアランド、そういうところにはやっぱりデートコースとして人気がありました。それに比べて枚方パークというのはまあちょっとバカにされるようなそんな存在でしたけれども、今関西で残っている遊園地で、まあ、今ここだけじゃないでしょうかね。ポートピアもエキスポランドも潰れてしまいましたし、阪神パークも宝塚ファミリーランド、そんなもうなりませんもんね。関西で残っているといえば枚方パークと、あ、生駒山頂遊園地がありましたか。そこもまだ健在でした。
かずの踏切、これももう6年後にはなくなるはずです。この光景を見るのももうあとわずか。どのような町に生まれ変わるのかっていうのがちょっと気になるところですけれども、まあ高架化されることによって、その高架下にも店ができて集客力がアップして、そして町自体が活性化していくのかもしれません。そうなってくるとやっぱり枚方パークの方も非常に賑わいを取り戻すことでしょう。ご覧のようにもう土地の買収っていうのが進んでいます。空き地が非常に目立ちます。この細い道をちょっと歩いていきますけれども、こちらの方がもう住宅街にあるんですね。昔からあるような古い住宅が多いです。でここをまっすぐ行きますと淀川に出ます。そして右側に行きますと枚方宿場町になります。枚方編でそちらの方は紹介しましたので、今回は割愛いたします。それでは枚方公園駅の方に戻っていきます。この枚方公園駅前のこの商店街、こちらの方はまだお店が入っているようですね。このように図書館とかスーパーとかもあります。でここの真ん前に見えます琥珀という喫茶店、ここが非常に有名でして、いわゆるその川崎麻世のご実家だということです。表札にも麻世と書いてありますね。はい、枚方公園駅の方に戻ってきました。先ほどとは逆のこちら北口の方になります。北口の方もなんか非常に変わって、なんか綺麗に整備されてますよね。こんなロータリー以前はなかったんですけれども。以上、枚方公園駅からでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。